今夜も始まりましたジョタロースタイリングショーです。えー、今夜のテーマはですね、はい、実はドットをテーマにしております。ドット水玉、ね。そうね、いつの頃からドットって言われたのかね、水玉やったのにね、つい最近まで。そうですね。<laughs> まあドットです。<laughs> まあドットはね、はい、可愛らしさもありますしうん、そうだね、基本的には可愛いんだけれども、それを少しまあ僕のことなので、ちょっとモードっぽくね、かっこいいドットにいつもするように手がけてます。はい はい。あ、手掛けてます。心がけてます。はい。はい、では、早速紹介していきましょう。はい、こちらになります。<ー>はい。こういう着物になります。はい。うんうん、まあ、これちょうどね、裾のところではあるんですけれども。あのー、細かなね、ドットでこう、仕切られていて、えー。その仕切られた間、こうね、大胆な。 オフホワイトとブラックでこう染め分けになってます。うんえー、そのね、この片方の無地の方には。大きなドットがちらっと覗いて。うん、また、洋花がね、ちらっと覗くという、そういう図案になってます。あの、ドットもですね。綺麗に並んだドットではなくて、こう、ドットの。ファブリック。布をくしゃくしゃくしゃっと、こうひねったねじったような、実は。あえて、そういうような。 削れたような<ー>ねじれたような途切れたドットにしてあります。うすね、まあ、これはまああの本当に綺麗に並びすぎるとちょっとね可愛らしすぎるんですよね。<ー>ちょっとそういう思いがあってそういうふうなこう<ー>ギミックというかね、こうデザイン的にしています。あえてその可愛さを途切れさせるように。うん、そうです。ドットってほら基本的にこう揃った柄じゃない。ざーっとね、そ,ねはい、それをあえて不揃いにするっていうところがちょっとハッとするというかね、面白いところかなと思います。 この覗いてるこの大きなドットもあえて一つ抜いてみたりとか、はいうん、あの不か式な形にこう削れてられたりとか、うん、そういうところもねちょっと入ってます。それは先生はあの、うん、型紙をこう動かしたりしながらバランスを取られるんですか。そうそう本当にそうですよ。あのこの大きいドットなんかはまさにドットの上に乗ってえこう。 本当にハサミで切っていってこの分量にしよう、<ー>もうちょっと小さくしよう、大きくしようということをやります。ここでピタッときたってことですね。はい、まあそうですね。うえ一応こう、まあただね、生き物は本当にあの単物と実際下手上がりと縫い込みもありますのでね。はいはい、あの縫い込みのことを考えながら柄の分量とか出方とかも考えないとダメなので、結構ね、あの難しいんですよ。難しいんですね。難しいんですよ。はい はっかけはねまたこういうはっかけこれ,わ、はい、これはねヨーロッパのコード刺繍ゅう、あのー、っていう技法があるんですけど刺繍のちょっと特別な、ね、刺繍。ゅ、まあ、それの図案をもう元にこう,う僕はアレンジして描いた図案ですねそれをこうはっかけにしてますえー、このまたモノトーンに対してちょっと甘めな、うん、そうですねあのこれは、ね、逆にあの、 ジーロがね、こんだけ大胆に染め分けになっているので。うん、あのー、あまりこう。ものをいい、かげがね、ものを言い過ぎない方がいいと思って。あえてこの程度にしてあります。さじ加減ですねそう。さじ加減ですね、本当におっしゃるように。うん、帯はどんな感じになるんですか。帯はですね、こういう帯を。はい。ちょっとカジュアルな感じなんですけれども。はい、これは西陣織で、このグレンチェックのような、このチェック。 こう作りままししてて、うん、そのの上から染め加加工工をねの加工をしてます<ー>もちろんこれもねチェックですけれども絹ですから絹織物ですから上から、えー、絹にかく染料同じ染料でこうブラックアウトさせてかつこれは筒書きっていってね、えー、筒書き技法で、えー、太鼓の柄と、うん、この腹の柄とねこれが腹ですね腹の柄と。うん インパクトありますね、えー、そうですねポイントになってて、あのーまあ、グレーのねこのグレーンチェックの中にきれいなブルーとそれから他には黄色と赤があるんですけどもうん、うん、本当にグレーモノ等の中に色が入ってるのはこのねこう細い格子のこのチェックだけっていうあえてだからこの花にはねこう色を入れませんでしたけどもあの何、ー、て言うかな、あのー、柄がたくさんある色がたくさんある帯というのとは違って。 まあこれぞね、やっぱりこう合わすための帯と言いますか、あの主張してないようでしているし、うん、存在感がなさそうであるようなというか、はいえー、そういう帯になってます。はい。じゃあ早速着せてみましょう。はい。はい。はい。では今日のモデルはですね、えー、おかしさんお願いします。<laughs> はいお願いします。今日もですね、えー、ちょっと難しいというかね、うん、一見するとお これなかなか着こなすのにちょっと器量がいるとそういうちょっと難しい着物をね、えー、彼女に着せてみたいと思いますのでこうご期待ということではいどうぞよろしくお願いいたしますはいはいでもやっぱりねよく似合うじゃん似合いますかいや似合うほんまにうん、最近ねぐっと素敵な女性になられてはい,いはいより素敵な女性に頑張りたいと思います はい、じゃあ帯をちょっとね合わせたいと思いますけども先ほど見ていただいた帯こういう感じになりますお塩これお太鼓になりますはいじゃあ合わせますはいじゃあねこれ今日はこの小物の黄色を入れたいなというふうに思いますえー、っとこの帯揚げね半々ですけどもこれはちょっと無地の方をね無地の方を使ってこれは半分ね柄を片付けると無地になるしで無地を片付けると柄が出ますので 無地の方を表にしたいと思います はい、半襟はブラウンのニットの、ラメニットの半襟をうん似合うがうかいばっちリだわはい,い、ね、うんいや本当によく似合う草履、はい、はねパイソンとリアルパイソンとコラボあコラ、あのー、ミックスした草履ですはいオッケー、はい、いかがでしょう 可愛、はい。ね、可愛い,いね。可愛い,いけど、またかっこよさもあるし。うか、ん、いさん、どうですか。私、あのこの着物を、ショーで、の赤の。はい、うん、うん、これ色違いね。あれがあ。今回のコレクションの中で、一番好きなやつ。あ。あ<ー>大胆なやつ。はい、赤黒よ、あれは。赤黒の。はい。着<ー>て似合うかどうかよりは、まあ、あれも素敵だな。着てみたいなって思った感じです。 うん、意外やねうんいやっそうあれがやっあるんね、うん、よく僕もも言ううけけどどどちちょっと着てても上ががるしね上がりますね気持ここ、ねはい、これどうこれこれ黒白だんある意味そうかもね、はい、大人な感じかもね。 ちょっと極度っぽい感じしたんですけどドットが入ると可愛、ね、く、うん、なんか砕けた感じで、うん、ドレッシーでそうはねこう大胆なんだけどうまく角が取れてねすごく素敵やと思いますね。やっぱりすごい都会的やわねこの着物は。ドットの可愛さがその粋なもの等の中でもやっぱ効いてますねドットが。うん そうね、なんかね、本当にこういう人をね、こういう人というか、こういう生き物もね、マッチを増やしたいなと思いますね。なんか着、うん、こなしてくれる人をね、大募集しておりますので、はい、どうぞうちのお店に寄っていただきますようによろしくお願いします。はい、はい、今日はね、ドットね、いろいろバ,バリエーションをね、ちょっと見てほしい。あの、ドット自体はね、いつも毎回コレクションで、ほぼ僕は、 人柄ぐらい入れるかなそういうなんか僕の中でもやっぱり外せないテーマになってますけどちょっと新しいドットの柄他にもこういうものがあってはいドットがねこれもそうなんですけどこうあえてこう切れ取りになってるようなドットの柄とこれはドットがね雲からこう雨になっていくようなこう柄であるとかまあ大体そうですね僕使うのはもうピシッと並んだドットというよりかこうやってちょっと不揃いなね えー、ドットにすることが多いですけども、まあ、ドットの着物もね、まあ、現代の中においてはねやっぱり欠かせない一つのある意味ベーーシックななモチーフかなと思いまの、まあ、これをアレンジすることによってねちょっとモダンになったりとか新しくなったりとか、うんうん、都会的になったりとか。 はい、先生のドットは可愛いだけじゃないからいいですねちょっとかっこよさがあったりそうですねちょっとひねったりっていう、はい、ドットそのものがねやっぱり可愛いモチーフだしただ可愛いだけにはしたくないっていうのもあって、はい、まあドットの扱いはすごくねある意味難しいところもあるんですけれどもねまたそれは毎回毎回トライしていきたいなと思いますはい、はい 今日はですねドットがテーマにしたコーディネーションでございました。いかがだったでしょうかえー、タ太郎ライブでもですね、これも実はコレクションに出したものの裏これか、で彼女が言ったように黒赤がこれコレクションショーに出てるんですけども、それもぜひね、えー、動画で YouTube の方でご確認いただけたらなと思いままますすチャンネル登録もよろしししくお願いいいたた、えー、本日はありりがとうございましたこれで終わります。